番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。わずかにスロー勢、その中でもちょっと1コースは早いスタートになったか。一周一幕の攻防です。ファンの皆様にお知らせいたします。1番の馬はフライング変換欠場でございます。1番の馬フライング変換欠場です。1番の組に関する投票権はすべて変換となります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。5レース、スタートしました。インコースからトップタイミング、1号艇宮原、そのまま出ていく先行です。2コースから2号艇の宮村、引く外を待って3号艇の松山、旋回したバックへ入る。先頭リードは4艇新と1号艇宮原、2番手内側からは2号艇宮村、アウトサイドに5号艇の松尾が来る。インサイドの後艇山川が行く。サンドイッチか。1周にマークの旋回スタートは正常です。2番手の水はインから6号艇山川、2号艇の宮村が引いてきた。外前全速で5号艇の松尾が握って回ってホームセッチへ帰った。2番手3停止4停止に出てまいりました。5号艇松尾、3番手6号艇山川、体型は1号6となって2周目の攻防です。2周1マークの前傾です。内側から6号艇の山川が行く。5号艇の松尾絡みが大きく回っていく。アウトサイド5号艇の松尾、インサイド6号艇の山川並んでおります。5号艇6号艇接戦、外から反転し先行する5号艇松尾もインコース踏ん張ります6号艇の山川。その奥4番手が2号艇宮村、2マークの前傾です。内側から2番手は6号艇の山川が行く。5号艇の松尾が追走を引いてきた。ホームセッチへ帰った。アウトコースから2番手は一定し先行し6号艇山川、しかし近い状況から5号艇の松尾が迫りますが、後方ではアクシデントが発生しております。お知らせいたします。3号艇の松山落水のため失格です。1番、6番、2番、3番、4番、5番です。スタートしました。1号艇松田、このスタートは際どいスタートとなっています。ただ今のスタートは審議中、ただ今のスタート審議中となっています。お手持ちの投票券お捨てにならないように大切にお持ちください。バックストレッチに入って先頭1号艇松田と2号艇これさは、内から6号艇湯川並んでいますが、ただ今のスタートは審議中となっています。お知らせいたします。1号艇松田優輝はフライング変換欠場です。1の組に関する投票権すべてが変換となりますので、お手持ちの投票権お捨てにならないように大切にお持ちください。いたしました。睡眠場は第2レース予選競争です。なお、お客様にお知らせいたします。この第2レース4号艇福田慶翔は欠場、従いまして4号艇を除く第2レースは5走立てにて行います。丸亀ブルーライター楽天銀行杯シリーズ4日目予選最終日の攻防が続いています。水面上は第8レース予選競争進入固定ガチガチ8。なお、お客様方にお知らせいたします。この第8レース出走予定でした6号艇福田慶翔は負傷のため欠場、従いまして8レース6号艇を除く5走立てにて行います。本番も外枠6号艇中辻動いていきますが、5号艇谷口が抵抗気味、早くも6艇がホーム側へと移動しています。そして先ほどの10レースで予選のカード全て終了ということになりました。結局予選トップ通過は田中和也、そして木谷健太、長島雄一、この3名が上位でのクリア、そしてボーダー18番目でのクリア杉山勝正、最終の得点率5.83 ということになりました。
ここからは一般カード選抜戦へと移ります。第11レース一般競争スマイル選抜、1号艇清水敦樹、2号艇山口修司、3号艇岸掛明、4号艇三宅健太、5号艇谷口智正、6号艇中辻隆人、以上6名の対戦です。すでに6艇がスタート方向へ先を向けている状況、スタート天地と同様に枠なりオールスローとなっていきそうです。インコース1号艇清水敦樹、2コース2号艇山口修司、3コース3号艇岸掛明、4コース4号艇三宅健太、5コース5号艇谷口智正、最後と6コース6号艇中辻隆人。枠なりオールスロー2周レース、第11レース一般競争スマイル選抜、1番2番3番4番5番6番でスタートしました。各艇1周1マークへと移っていきます。現在スタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。お知らせいたします。1号艇清水敦樹、2号艇山口修司、3号艇岸掛明、4号艇三宅健太、5号艇谷口智正、1番、2番、3番、4番、5番はフライング変換欠場となります。従いましてこのレース不成立、レース中止となります。お知らせいたします。1号艇清水、2号艇山口、3号艇岸掛、4号艇三宅、5号艇谷口、フライング変換欠場。従いましてこのレース不成立、レース中止となります。お手持ちの投票券すべて返還となりますのでご注意ください。レース中止、そして不成立となります。お手持ちの投票券すべて返還となりますのでご注意ください。風向き一定せずコロコロと変わっています。第3レース内側から1番2番3番4番5番6番でスタートしました。3コースからトップスタートは3号手の山本、内2杯を完全に飲み込んでいく、まくっていく3号手、外行って4号手、小回り1号手の内側から5号手と6号手でバック側に入っていますが、さあここはまくり一撃、先頭は3号手の山本浩二、リード4艇身で、その後ろは外から4番1番5番6番と4艇が並んできました。スタートは正常でした。さあ日茶海水最内から6号手握ってって4号手の篠原、内側相手5号艇と1号艇でホーム外に帰ってきますが、混戦からわずかに4号艇篠原が出てきます。差がなく6号艇の山本慶志郎と5号艇の佐藤もやってきて、4番5番6番固まって2周の1マーク、4号艇が先行、5号艇は流れていってくるっと6号艇が運んでくるんですが、さあ6号艇の山本は3番手浮上し、体型は3番4番6番です。4番6番低間隔が僅差となって6号艇が追いかけてくる。これから2周の2マーク、並んだ6号艇山本慶志郎、握り込んでいった4号艇の篠原がかわして回っています。4号艇篠原のリードは一定心、食い下がって離れません。6号艇地元の山本慶志郎、一方先頭はまくった3号艇山本浩二で、これから3周の1マーク、さあ内から並んできた6号艇山本慶志郎、しかし今度4号艇はバランスを崩してアクシデント、4番篠原にアクシデント、2番手上がったのが6号艇の山本慶志郎で、3番手が5号艇の佐藤俊介、4号艇の篠原誠也は失格となってしまいました。
あっと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 、これはいけません。第5レース2周レース 1200m 競走、6人の選手スピードが乗りました。第5レーススタートが切られました。コロコース好スタートになりました。東本福来、福来の好スタート。1周1マーク、2コースから2号艇刺激がまくっていきます。先まくり5号艇外から東本仕掛けていってのまくり差し、内は1号艇の鈴木残して、あとは外からは6号艇の福来と内の3号艇の鹿島と並んで4番手5番手、後方4番の斉藤となってバックストレッチを通過。1周目の第2ターンマーク、内から1号艇鈴木が先に回る体勢、2号艇刺激は外へ構えて差し技か、3号艇鹿島が内から詰め寄った、外からは5号艇東本が回ってホームスレッチ直線コースは1番2番となりまして、人気両選手1、2番手差は一定身で後半の 600m、 そして3番手は5号艇東本、1、2、5の体勢で1マークの旋回でスタートは正常でした。先に回るのは1号艇鈴木、外から抑え込んで2号艇刺激をややもたついた、5号艇東本がかわす、刺した5号艇東本、2番手は逆転、一定身リードを取りました。1号は 16.4 倍、3連単の1号2で 28.6 倍の体勢でラストターンマークへ向かう。あとは6号艇福来が内から差を詰めて1番5番2番ですが、2号艇刺激が刺激アクシデントかもたついた、後方置かれる形になりました。3連単では1号6ですと 35.2 倍、1着は1号艇鈴木、そして5号艇東本と入って3着争いで6号艇福来と3号艇鹿島接戦ゴール、4号艇斉藤合輪、そして2号艇刺激はエンジンがかからないようです。ここでゲストの皆様にお知らせをいたします。2号艇の刺激アクシデントとなっています。2号艇の刺激は失格となりました。第5レースでした。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。6コースから6番の渡辺コースタートを切りました。さあ出ていく、内側ちょっと壁になっている、それでもややもつれましたが6番の渡辺一気にまくり切りました。残す1番の赤羽続く展開、スタートは前提正常でした。6番の渡辺先頭、リードは二転身、1番の赤羽なんとか2番手残した形、その後ろは3番高橋で2マークの旋回、スタートは前提正常。6番の渡辺が先頭でここで抜け出していきます。リードは2転身半、2番手追走に1番の赤羽、ここでは離されました。3番高橋が3番手、そして後方2マークではアクシデントが出ています。なお4番の後藤は落水のため失格です。4番の後藤落水失格となりました。進入インコースから1番2番6番3番4番5番です。スタートしました。1コース3コース好スタートも4コースから3番後藤が伸びていく。さあ3番の後藤が出ていく、内側勢も抵抗しましたが3番後藤のまくり少々流れた、持ちこたえた1番の小山が逃げる展開、後ろは一定アクシデントが出ています。なお1周の1マークにおきまして6番の吉川転覆失格です。6番の吉川転覆失格となりました。1番2番3番ダッシュは5番6番4番です。スタートしました。6コース4号艇高田光は速いスタートになりました。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。この大まくりは実らずか、高田お知らせいたします。このレーサー4号艇高田光がフライング変換欠場となりました。従いまして9レースは4番に関係ある投票券は全てが変換です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。1番2番3番5番4番6番1秒今スタートしていきました。さあコースタートインコース1号艇ダッシュ勢から5号艇4号艇この辺りも出ていきますが、1マークは逃げる1号艇の新田、握っていった3号艇でさあブロックされて振り込んだ、内から4号艇、あと2番5番6番で後方でアクシデント、先頭1号艇、なおスタートは正常でした。3号艇の竹越正樹が失格となっています。ナイタータイムカチカチ6、内から1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。わずかに内側の3艇、1号艇2号艇3号艇が好スタート。1周の1マーク、インから逃げる1号艇木山、刺す2号艇桐村、まくり差しは3号艇高橋、内側から4号艇中辻、向こう上面へと移っています。先頭ですが2艇進半リード、1号艇木山和之、2番手ですが内側から4号艇中辻、外からは3号艇高橋、
挟まれては2号艇桐村、そして5号艇6号艇も内側から上がっていきます。なおスタートは正常、頂点2番手争い、握っていく4号艇中辻、小回りは5号艇原村、そして2号艇桐村がアウトから追走。2番手は4号艇中辻が単独、3番手ですが2号艇桐村に内側から5号艇 原村がここは追走。2周目1マークの攻防です。内側から抵抗気味に5号艇原村、少しバランス崩れて無法上面確定移っております。現在上位体系は1番4番3番の体制となっています。後方アクシデントとなっています。目下のところ1番4番3番の体制となっています。後方アクシデントとなっています。レースはこれより最終周回、1番4番3番の体制です。現在上位体系は1番4番3番となっています。現在上位体系は1番4番3番の体制となっています。先頭は1号艇木山、そして2番手4号艇中辻、3番手は3号艇高橋となっています。後方アクシデントとなっています。現在上位体系は1番4番3番でゴールを迎えます。先頭1番木山ゴールイン、2着4番中辻ゴールイン、3着3番高橋ゴールイン、6番岸影ゴールイン。なおアクシデントがこのレース発生しております。お知らせいたします。2号艇桐村翔太妨害失格、5号艇原村拓也は時間切れのため失格となります。2号艇桐村が妨害失格、5号艇原村は時間切れのため失格となっています。インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。カード4コースがトップスタート、4号艇山之内正人、そして内側から3号艇城滝が先制まくり、その3号艇城滝が旋回、その内側ついてくる4号艇山之内向こう上面へと移っています。なお後方一手アクシデントとなっています。スタートは正常となっています。現在スタートは正常です。現在先頭は4号艇山之内となっています。お知らせいたします。2号艇原村拓也転覆失格、2号艇原村転覆失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。スロースロー算定、2、3コースは早いんですが、1コース1号艇の小野寺かなり際どいタイミング、現在スタートは審議中、スタート審議中、お手元投票券大切にお持ちくださいませ。 2、3 コースは早いんですが、1コース1号艇小野寺どうでしょう。現在スタートは審議中です。ここでお知らせいたします。2号艇のマトリコータ、そして3号艇の木山誠一、2号艇マトリ、3号艇木山ともにフライング返還欠場となりました。従いまして2号艇と3号艇に関する投票権すべて返還です。レース終了まで大切にお持ちくださいませ。清水浩二、鶴光一郎、川崎君康ダッシュスタート、土山拓也、東寺智人、山口幸喜の待機となっています。急です。スタートします。センターを取る、センターアウトの3456、早いタイミングなってしまいました。現在スタートを審議中、スタート審議中、お手元の投票券大切に大切にお持ちくださいませ。センターアウトの3456、早かった。現在スタートは審議中となっております。ここでお知らせいたします。3号艇の川崎君康、4号艇の土山拓也、5号艇東寺智人、さらには6号艇山口幸喜、3番4番5番6番以上4名フライング返還欠場となりました。従いまして3号艇4号艇5号艇6号艇に関する投票権全て返還です。レース終了まで大切にお持ちくださいませ。
またこのレースにつきましては現時点では3連単、3連複、2連複、各連複、そして副賞式は不成立となります。大切に大切にお持ちくださいませ。1番、2番、3番、4番、5番、6番、枠なりです。スタートしました第5レース。センターから3号艇の楠原がかなり際どい、これはスタートになっています。お手持ちの投票券は最後まで大切にお持ちください。イン先前の1号艇の松尾孝明がバックスレッジ先頭に立ちました。お知らせいたします。3号艇の楠原正隆フライングのため変換欠場となりました。3番はフライングです。3番に関する投票券発売額と同額で変換です。大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました2号艇、3号艇、4号艇、スタートを踏み込んでいきましたが、早いスタートも中にはありました。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。なお一周一マークもつれ合って複数のアクシデント発生となってしまいました。お知らせいたします。4号艇の長尾恭志郎はフライングのため変換欠場です。4番はフライング変換欠場、4番に関する投票権発売額と同額で変換です。大切にお持ちください。現在は2艇が競争を続けています。2号艇の上条が先頭、続いて5号艇の原田裕二、2艇での競争となっています。予選競争第7レース、1マークは複数の事故艇がありまして、この事故艇とレスキーを避けて慎重に回っていきます。2号艇の上条義次が先頭、追走しているのが5号艇の原田裕二です。なおこのレース4号艇の長尾恭志郎はフライングのため変換欠場です。4番に関すると投票券は発売額と同額で変換です。最後まで大切にお持ちください。2周の2マーク、2号艇の上条がトップ、2番手が5号艇の原田裕二です。なお1マークは複数のアクシデント発生となりまして、1号艇の谷克幸が妨害のため失格、そして3号艇の松田隆と6号艇の小野達也が転覆失格となっています。ボートレース福岡、6日間にわたりお送りするうねり王福岡決戦マンガアクション杯、初日のハイライトドリームレース第12レースを迎えました。なおこのレースに登場予定でした6号艇音藤聡選手は病気のため欠場いたします。進入インコースから1番、2番、3番、6番、4番、5番です。スタートしました3コースから外が目立ったスタート。さあ出ていく4番の中島、中島出ていく、抵抗する1番牧と3番佐竹、だいぶ競り合った1マーク、後方ではアクシデントも出ています。スタートは前提正常でした。1周1マークではアクシデントがありました。なお5番の横井は転覆失格です。5番の横井1周1マーク転覆失格となりました。1番、2番、3番ダッシュは4番、5番、6番です。スタートしました。3コース3号艇坂口、そしてダッシュ3艇もコースアウト。1マーク、しかし1号艇松尾が先制ターン、2号艇矢野が切り込んでくる、まくっていったのは6号艇杉山大まくり、内をつくのは2号艇矢野、あるいは4号艇佐々木も、後方では6号艇杉山が振り込んで転覆かエンストでしょうか。1艇止まっています。1号艇松尾弘が先頭でスタートは正常です。2マーク1号艇松尾先頭、2番手から2号艇矢野が切り込んでくる、3番手4号艇佐々木が続く、現在上位は1番、2番、4番です。後方6号艇杉山最後方ですが、コースは再開していますが、今ようやく爆整中間地点です。2周1マークは1号艇松尾弘が先頭クリア、握ってくる2号艇矢野は2番手、3番手から4号艇佐々木が続く、上位は1番、2番、4番です。バックス中間地点から第2ターンマークです。お知らせいたします。このレース6号艇杉山正樹は不完走失格となっています。1番、2番、3番ダッシュが4番、5番、6番です。
タートしました。1コース1号艇、おっと1号艇池田浩司、早いスタートだ。なんと池田早いスタートになりました。ただいまスタート判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。なんとなんとシリーズリーダー1号艇池田浩司大波乱です。1号艇池田浩司はフライング変換決勝、12レースの準優勝戦は1番に関係ある投票券は全てが変換です。お手持ちの投票券は確定があるまでお捨てにならず大切にお持ちください。ロングシリーズ最終日の攻防が続いています。ボートレース丸亀水面上は進入固定戦、第8レース一般競争進入固定ガチガチ8。なおお客様方にお知らせいたします。この第8レース出走予定でした5号艇飯田翔吾は負傷のため欠場、従いましてこの第8レースは5号艇を除く5走立てにて行います。最終日序盤中盤とカードが進みまして、ここまでは逃げでの決着が多くなっています。カードは終盤第9レース一般選抜です。なおお客様方にお知らせいたします。この第9レース出走予定でした6号艇沖悟は病気のため欠場、従いましてこの第9レース6号艇を除く5走立てにて行います。インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。インコ角1号艇田中、角4コースから4号艇先が好スタート、1周の1マークです。先手は1号艇田中、3号艇赤池がまくってくる、やや2艇がするか、内側から4号艇先で向こう上面へと入ります。しかし先頭しっかり押し切りました。1号艇田中和也、2番手最後についた4号艇先俊人、3番手は内側から2号艇5号艇3号艇2番手とあまり差のない状況となっています。なおスタートは正常です。先頭1号艇田中、潜り込んできたのは2号艇木山、かわす5号艇北川、切り込んだのは4号艇先、2番手争い体勢有利はわずかに4号艇先俊人、判定審査外から3番手は5号艇北川、もったんところ1番4番5番、レースは2周開始コーナーです。2番手争い外前は5号艇北川幸則、内側から踏ん張ろうと4号艇先、少し先頭1号艇バランス崩れたか。先頭争い現在4号艇5号艇並走状態、3番手は2号艇木山となっています。ほほいてアクシデントとなっています。レースはこれより2周2回からホーム側へと移ります。先頭争いですが4号艇5号艇接戦、内側5号艇北川、外からは4号艇先となっています。なおほほいてアクシデントとなっています。現在レースは3周の1マークです。後方行ってアクシデントとなっています。現在レースは最終周回バックガイド入ります。確定これよりホーム側、そしてまもなくレースと迎えようと思います。まず5番北川は通過となります。4番佐紀は五輪、2番木山五輪、6番太田五輪、3番赤池五輪となっています。なおお手持ちの投票券大切にお持ちください。確定放送までお手持ちの投票券大切にお持ちください。お知らせいたします。5号艇北川幸則妨害失格、1号艇田中和也転覆失格、5号艇北川は妨害失格、1号艇田中は転覆失格となりました。インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。
第2レース1号艇3号艇がスタートを除いた。さあスリットを伸ばす1号艇室田康文、一瞬の1マークインから逃げる1番の室田、まくり出しは3号艇福島智之、さあバックスイッチ並んだ3番の福島、1番の室田、3号艇1号艇平蔵です。スタートは前提正常でした。一瞬の1マーク回ったところでアクシデント発生となってしまいました。4号艇の平高奈々は転覆のため失格、4番は転覆のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。第3レース外側3手が少し覗いた。スリットが伸び返した1番の石丸海斗、一周の1マークインから逃げる1番の石丸、握ったのは3番の正木、差しのハンドルは2番の小西、5番の中越、先頭は逃げた1番の石丸海斗、その後ろ2番手は2号艇の小西に食い下がる5番の中越、差がなく追走は3番の正木、6番の品川。スタートは前提正常でした。石の2マーク取って折り返した1番の1丸、2番手先行スロット5号艇の中越、危ない進となってしまいました。2番手は2号艇の小西秀樹です。3番手は3番の正木政権、上位の体型は1番、2番、3番、後ろは6番の品川、4番の山口。なお石の2マークで5番の中越弘樹は転覆のため失格、5番は転覆のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。第6レースほとんど差のないスタート、まずは勝負どころ1周1マークの旋回、インから先前は1号艇の荒牧、差しのハンドルは2号艇のイルミ、差してきた5号艇の木下大輔、バックスウェッジ抜け出しました2号艇のイルミ系が先頭、並んで追走は1番の荒牧、5番の木下。スタートは前提正常でした。1周2マークの旋回、2号艇イルミ系が取って旋回、2番手は5号艇の木下先行した、1号艇の荒牧、おっと危ない進となってしまいました。2番手は5番の木下、そして3番手浮上は3番の出畑、上位の体型は2番、5番、3番です。このレースは1周の2マークにおきましてアクシデント発生、1号艇荒牧渚は転覆のため失格、1番は転覆のため失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。インから1号艇の石倉、2コースから2号艇の島田が揃って好スタートとなりました。鋭いスタートからまずは1号艇の石倉がイン先前、差しに構えた2号艇の島田、外を回ったのが3号艇の上田、1号艇の石倉が逃げています。スタートは前提正常でした。1号艇石倉が先頭、2番手は2号艇の島田、その後ろに並ぶ4号艇大神と3号艇の上田、トップ旋回は1号艇の石倉、4号艇の大神が先に参りました。差し込んで2号艇の島田隆が2番手です。後ろは一定アクシデント発生となりました。前の2人は1番と2番で、3番手は5号艇の佐藤健志郎と4号艇の大神浩二が並んで1マーク、まずは1号艇の石倉、2番手は2号艇の島田、3番手は5号艇、4号艇競り合いましたが5号艇の佐藤がリードを取りました。なお2マーク付近におきまして3号艇の上田太一は転覆のため失格、3号艇は転覆のため失格となりました。ただいまから特選予選競争第11レースを行います。なおこのレースに登場予定でした1号艇小野達也選手は前走レースで負傷のため欠場いたします。インコースから1番、6番、4番、2番、5番、3番です。スタートしました。2コース6番高橋遅れ、おお5コース稼働、5番の牧は速いぞ、これは痛恨のコールがあります。1周1マークの旋回です。なおファンの皆様にお知らせいたします。この第5レース5番牧浩二フライング変換欠場です。5番牧フライング変換欠場、5番の組に関する投票権すべて変換となります。お手持ちの投票権着順確定まで大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートまで残りは2秒です。
スタートしました。角14コース4番の片山がいいスタートです。1マーケット向かっていきます。4番片山動いていきまして、しかし1番ネクラが先に回っていく。内からは3番の富吉、空には5番梅木とまくり出してきました。バックストレッチに入ってきまして、1番のいくらが4番片山のまくりを受け止めてわずかに前です。その両者の内側を伺っていますのは5番の梅木、差がなく3番富吉、大きく離れて2番の近藤、そして6番の鈴木、エンスト模様になりまして、スタートは前提成長でした。石に巻く先頭は1番ネクラ、そして2番手ですけれども、4番の片山が外側から、内側からは3番の富吉、この2人の2番手争いになりまして、レースは2周回目に入るところですが、2周1マーク回りきったところにまだ6番の鈴木止まった状況になりまして、先頭は1番のいくらが回っていきます。そして2番手が4番の片山、3番手3番の富吉の順で回って、自己艇をよっけながらの構想になります。現在の体制1番4番3番です。5番の梅木が5番手、そしてラストが2番の近藤になりまして、6番の鈴木はエンスト失格になりました。1番2番3番4番5番6番です。スタートまで残りは2秒です。スタートしました。最内1番の永井、さらには3番の寺島あたりが踏み込んでいます。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。1番永井の陰線、3番の寺島もまくってきまして、6番の向井城もまくってきますが、バックストレッチに入ってきまして、お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。お知らせいたします。2選手がフライングになりました。1番の永井と3番の寺島、1番3番フライング変換決勝です。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。1番2番4番3番6番5番です。スタートしました。2コース大谷の野口がトップタイミング、インから1号艇黒田は若干分の悪いスタートとなっています。このまま1周の1マーク、しかしながらインから先手打ちに行く1号艇黒田、握っていくのは4号艇の岸本、そして2段で行く5号艇の堀本、内側くるりと運んで2号艇野口でバックスレッチ、3コースからまくりました。4号艇岸本勇気が先頭、リーダー4艇身、2番手争いは5号艇堀本と2号艇野口が並走状態、スタートは正常。1周の2マーク、ストップターンは4号艇の岸本、襲いかかっていく5号艇堀本、市長田でホーム直線コース、先頭4号艇岸本のリードですが、現在は一定身から一定身半坂、アウトコースから5号艇堀本市長田が迫る。3番手単独2号艇のうち、現在上位は4番5番2番で、レース2周の1マーク、4号艇岸本に対してここも握っていく5号艇の堀本ですが、ここは内側こらえる4号艇の岸本勇気がトップ争い、4艇身5艇身リード、逆に流れた5号艇堀本に2号艇野口が再び並走状態に持っていくところ、内側から2号艇野口が2番手争い1艇身前、そして最内から1号艇黒田も立て直してくる。2周の2マーク、2番手争い、1番内お釣り気味に運ぶ1号艇黒田、握っていく2号艇の野口、そして5号艇堀本、握って少し煽られましての転覆となっています。上位の体形は4番2番1番に変わって時計前、後方3号艇6号艇の順、ここでお知らせ、5号艇堀本翔太は失格、5番は失格となっています。進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。5号艇長岡好スタート、6号艇の武田もいいスタートを切っています。インから逃げ体勢を作る1号艇の今垣、まくる3号艇湯川、内2号艇中島、4号艇石田、巻き刺した5号艇の長岡ですが押し切りました。1号艇今垣幸太郎が先頭です。2番手争い3号艇湯川は5号艇長岡、内左右力は2号艇中島、あとは大きく離れて6号艇の武田、4号艇石田、どうでしょう、動くでしょうか、最後方なおスタートは正常です。先頭1号艇今垣、握った3号艇湯川、内からは5号艇長岡も先頭は押し切っています。1号艇今垣幸太郎、2番手争い3号艇5号艇並んで、2号艇中島4番手、6号艇武田5番手、最後方4号艇石田、動きましたがどうでしょうか。2周1マーク、1号艇今垣幸太郎が先頭です。3号艇湯川浩二2番手、内をつく5号艇長岡、現在の上位体型1352号艇中島4番手、今6号艇武田が2周1マークを旋回、4号艇石田聖吾は今1周2マークを旋回しています。先頭1号艇今垣幸太郎が2周2マークを旋回します。3号艇湯川浩二が2番手、3番手は5号艇長岡亮也、現在の上位体型135でホームストレッチ、あとは離れて2号艇の中島、6号艇武田が今ホームストレッチに戻りまして、4号艇石田聖吾が今2周1マークを旋回、5艇は最終周回に向かっています。1号艇今垣幸太郎陰線押し切りました。3号艇湯川浩二が2番手、3番手5号艇長岡亮也、現在の上位体型は1番3番5番で最終ターンマークに向かっていきます。135の組み合わせですと3連単は 22.4 倍です。
先頭人気に応えました1号艇今垣幸太郎、2番手は3号艇湯川浩二、3番手5号艇長岡亮也、動きなく上位体型135で第10レース間もなくゴールです。先頭1番今垣五輪、番手3番湯川が五輪、3番手5番長岡五輪、2番中島が五輪、6番武田が五輪。今4号艇石田聖吾はバックストレッチの中間地点から最終ターンマークに向かっていきます。今4号艇石田聖吾ラストターンマークを旋回、ホームストレッチに戻ります。残り 100m、 今4番石田聖吾はゴールラインを通過しました。なおここでお知らせいたします。4号艇石田聖吾は時間切れのため失格、4号艇石田聖吾は時間切れのため失格となっています。第3レース内から1番2番6番3番4番5番です。スタートしました。あっと際どいスタート、早いスタートがありました。石田マーク先前する1号艇にまくってきた6号艇、内側から2号艇4号艇でバック側に入りました。お知らせいたします。ただいまのスタートにおきまして1番2番6番はフライング変換決勝、1番2番6番に関します投票権はすべて変換されますので最後まで大切にお持ちください。ごく緩やかにホームの追い風が渡ります。男女混合戦です。第8回新東通信杯開催4日目の攻防はいよいよ明日のファイナル、残る2つの席を巡る戦いです。第12レース準優勝戦、対戦メンバーは1号艇原田秀也、2号艇、3号艇が五反田忍、4号艇今井美也、5号艇坂本正義、6号艇丹下武史、なお2号艇の金子隆は前半レース負傷のため欠場しております。進入はインコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしました。第5レース2号艇と3号艇がわずかに好スタートです。さあ2号艇が素早く1番の上を行きました。抑えた状態でまくっていく3号艇の島田がまくり差しの体勢、そして4号艇の孫崎がさらにまくり出していく。後方ではアクシデントが発生しました。アクシデントが発生しています。3番と2番が並走、スタートは前提正常でした。なお5号艇の中川里奈が落水のため失格、5号艇の中川里奈が落水のため失格となりました。